ロシアのプーチン大統領はロシア本土とクリミア半島を結ぶ橋の爆発についてウクライナによるテロ攻撃だと主張しました。プーチン大統領は9日、連邦捜査委員会のトップから報告を受け、橋の爆発はロシアの重要な民間インフラを狙ったウクライナによるテロ攻撃だと非難しました。また、発案、実行、命令をしたのはいずれもウクライナの情報機関だと主張しました。プーチン大統領は10日、国家安全保障会議を招集する予定で、対応を協議するとみられます。